床でのた打ち回る会長の豹変ぷりにも平然としたまま、ティーカップに紅茶を注ぎながら対応する。副会長気にしないでいい。この人、自分の思い通りにならないとヒする癖があるからめっちゃ気にするだろ。<laughs> 将来のお嫁さん候補として一番気にしなきゃいけない部分だろ。ええ、まあなんだかんだ。付き合い長いんでもう分かってますけど、塩根様、こまちんにこれ以上集態を晒しては今後に差し障りますよ。よいや今後が楽しみだよね。恋愛ロワイヤルの体験版が一体何パート分なのかわかんないけど、今後どのようにしてメインヒロインたちがあのゆ。 ダメタにするのか気になるところだからなそうね私としたことが取り乱したわ今見たことは全部忘れてちょうだい乱れた髪を指で溶かしながらすまし押しているがもういろいろ手遅れであるいやさすがにそれは無理があるかとそれにしてもなんで僕だけてっきり他のメンツも呼んでるものかと全員招集かけるほどじゃないのそれにほらたまには小町君とゆっくりと交流を深めないとダメだと思ってあ、ちょっと青紅茶はちゃんとフーフーしてから出してって言ってるじゃないの 何この5歳児 <laughs> 青はてめえのままじゃねえんだよ。お子ちゃまじゃないんですから、それぐらい自分でどうぞ。しょうがないから、こまちくん。あなたに私の紅茶をふうふうさせてあげるわ。喜びなさい。ちょっとその紅茶ミルク足りません <laughs>。いいですよ。出しますよ。わーい。ありがとうございます。ふふ。なんでお前が引いてんだよ <laughs>。 お前が引かれるようなお願い事したくせにお前引く権利でだろうが。また変に引きられたくなかっただけでは。副会長の言う通りである <laughs>。かわいそうな仕様ね <laughs>。ところでお、青小町く君を密室に連れ込んだのはいいけれど、これからどうしたらいいの何ですか先の展開は考えていなかったのですかこれだから無駄に不戦勝だけ重ねている高慢チキ女は。<laughs> <laughs> 毎回言い方が独特しすぎるんだよな。不戦勝だけ重ねているはどういうことなんだろう。男の子の子前だからっってて好き放題言ってるんじゃないわよ青にやれやれ顔されてしまったけれど、大胆にも約束をすっぽかそうとした目の前の男をどうにかして虜にしないと私のプライドが許さない。まあとにもかくにも、やっぱりおっぱいじゃないですかね。何があったとにもかくにもの間に。<laughs> <laughs> まあでも、おっぱい作戦はありがたいよ。どうか恋愛コンが必要としない程度のエロさに留めていただきたいところだけど。ねえ、青あなた、もしかして私にはおっぱいしかないと思ってないねえ、思ってないいやでも、お前今んところ見せてんのおっぱいだけだぞ <laughs>。<laughs> なんか、ろくに可愛いところ見せてなくて、ただヒスってるだけの女の子にしか映んないから、コツ低いぞ。そんなことはこれっぽっちも。でも実際、こちくん、私と潮根様と会話するとき、半分くらい胸見てますし、おっぱい見せとけば、どうにかなると思いますよ。青相手にもそうな <laughs> 無類の巨乳好きなのかよ、お前。男ってほんとバカねそんなバカな男に騙されるお前はどうなんだって話なんだよ。結局バカ同士、お似合いという話でオッケーでもやるときはさりげなくですよはないいと思われてはいけませんからなんかずっとコソコソ話してるけど、僕がずっと二人のおっぱい見てること気づかれちゃったかな <laughs> それはコソコソ話以前に気づかれてるな <laughs>。 <laughs> でもしょうがないよね。男の子だもの。お前が男の子代表すんな <laughs>。世の中にはおっぱいにみじんも目もくれず、女の子の目だけを見て話したつもいるよ。僕が生徒会に入ったのも二人のおっぱい大きいからって理由が二割くらいは占めているもの。おっぱい,いっぱい。いやかましいお前 <laughs>。 <laughs> というか、生徒会に入った理由、お前にしては比率低めなんだ。他に何か理由があるのかい小町くん、デザートはいかが強引に拉致ってしまったお詫びに。じゃあ、せっかくですから、いただきます。わかった。それでは。あーん。あーん、かわいい。もうちょっと熱を込めて言っていただきたかったけど。<laughs> あんまりにも棒読みすぎて困るけどね。え一体何を分かったのか副会長が持ってきたプリンを一口分スプーンで作ると、そのまま僕に差し出してくる。生物だから早く召し上がって。いや、違いないけど。<laughs> <laughs> でも、プリンに対して生物って言ってるやつ初めて見たわ <laughs>。それじゃあ、あーん。あ、るあなんか匂わされてはいたけど、青ってやっぱ年上だったんだ。てっきり主人公とためだとばっかり思ってたわ。何やら楽しんでいらっしゃった。副会長、ちょっと変だけど、見た目はハゾ染会長と同じくらい美人さんなんだよな。いや、そうだよ。青めっちゃ可愛いからね。だからお前は、もうちょっと青とのイチャイチャシーンを見せてくれてもいいんだぜ。ふと会長のことを放置してしまっていたことに気づき、様子を伺う。ふふふ お前、レネアイコン必要ねえ程度にって言ってたのが <laughs>。なんでちょっと入林まで見せたブラジャー姿を披露するんだよ。何かとんでもなく、やばいものを見てしまった気がして、慌てて目をそらした。どうかしたまだプリンはたくさんあるよ。あーん。いや、プリン以上の生物が、隣にね <laughs>。なんこの顔で、このビジュアルできんのこいつ <laughs> あ、あーん。副会長にプリンを案してもらいながら、動揺を抑える。いやいや、さすがにさっきのは僕の見間違いだろう。いくら僕と副会長以外に誰もいないからってあんな。 おっぱい見えてるあ、もうブラジャーには目もくれず、ちょっと見えている。入林に気がつくとは。お前なかなかオスの目があるな。もう一度確かめるように、そして本人に気づかれないように、ちらっと横目で見ると、見間違いではなかったことに気づく。これにはさすがの僕も、アングリと口を開けてしまった。これはなんだ見ていいのか見ちゃっていいのかそんんななに大きく口を開けて欲張りさんなんだからあー、かわいい潮根には申し訳ないけど、欲張りさんなんだからって言いながら、その顔してる青の方がかわいい。<laughs>